こんにちは大福音ですえあのみかんの新しく作った、ね、倉庫なんですけどもこっち見ましょうかねちょっとね、えっと、この間ですね動画投稿してるかと思うんですけどもえ壁の断熱工事ですねこうやって終わってもらったんでえ荷物をねちょっと置いてみました、まあ、メインの荷物がね収穫用のコンテナですねえ高めに積んでですねどういう感じになるのかねちょっと見てみたくて積んでますね ここってね空のコンテナとかね、えー、収穫シーズンだったらみかんの入ったコンテナを置くスペースということで計画してるんですけどもまあ今ねオフシーズンなんでごちゃごちゃ <laughs> 何の荷物でも置くっていうね場所になってますね。でですねあのー、まあ洗濯機があってこっちですね。今ねねこれ荷物とか、ねえー、本来だったら ここにもですねコンベヤとかね置いてるんですけどもそういうのちょっとね撮ってますね。あのー、なぜかというとですねこの辺にですね棚ですねあのー、作ってもらおうと思ってねお願いしてるんですけどもいよいよその設置工事の、まあ、準備ってことですけども始まるということでちょっとね楽しみになってきているという状態ですねあのー、このこ倉庫ね。 今まで散々動画で映してますけども建物としてはですね平屋建てなんですね奥行きはそんなにないんですけども1700ですかね一応ね設計上は1700の奥行きしかない棚1個だけですねあるんですねあの。分かってたことなんですけどね、えー、まあこれだけじゃね足りないんでですすねね物の置き場がです、ね、<laughs> この棚もですねやはり今の季節はあのオフシーズンなんでまあいろいろごちゃごちゃ置いてるんですけども。 基本的にはですねこういうですね、まあ、空の段ボール箱なんですけどもそれの置き場ということで計画している棚なんですねここね。なんでですねシーズンになればですねここなのですねごちゃごちゃの荷物は邪魔になってくるんでどっかにどかさないと、まあ、いけないと。そうなった時にですね場所なくてですねここにですねもう一つ追加で棚を設置してもらおうというちょっと思いつきましてお願いして しまったとというところです、ねまあお金もかかるんですけども <laughs> 本当はですねだからこの洗濯機ですね洗濯機の上のスペースっていうのが本当はですねもったいなくて何かね物が置ければ本当は良かったんですけども建築当時ですねこれ2回本当はねやれば良かったんでしょうけども2回やるとですね、まあ、お金とかあとまあ法律面とかのね手続きとか ですねその辺複雑になったり高くなったりといういろいろ事情があってですね、えー、諦めたんですけども <laughs> まあしょうがないですよねその時の判断なんでねそうはいってもですねちょっと収納力がもう少し欲しいなと思ってですねお願いしている状態ですね。まあ、ちょうどですねここれれだからこれ選別台 みかんを人の目でですねより分ける工程なんですけどもえここにですね空箱を、まあ、セットするんですよねでどんどん入っていっていっぱいになったらピョンとこうコンベヤの上を出て流れていくというところなんですけどもちょうどねそのコンベヤこれ2本並ぶんですけどもその上にですねど,ど,のどの辺か分かんないですけどもこ,この辺ですかね1段目2段目みたいな感じで。 棚を作ってもらううという計画ですねまたね今日はちょっと位置出しとかですね準備、まあ、材料の搬入なんかもされるのかもしれないんですけども楽しみに待っておきたいと思いますはいあのね先ほど業者さんからね1日目の作業終わりましたという連絡もあったんでねちょっとこれから見ていきますかはい、えー、どうなったでしょうね あの一見すると特に何も搬入されたりとかしてる様子はないんですけどもあこれですね、えー、一出しと言われてましたけども土間にですね書きの印がありますねここにも、えー、この辺りもそうですねあなるほどなるほど今回の棚はですね支柱が6本なんでね6箇所ね印 やっててくれてますねコンセントの真ん前にですね柱が来そうな感じですね、まあ、分かってたことなんで、まあ、それはそれで結構いいこともあるかなと思ってねそのままにねしてますけどもまあね進捗としてはね地味かもしれないですけどこれ大事ですからね、はい、またですね明日以降作業されるようなんでまた楽しみに待っておきたいと思いますえ足場ですね組んでもらいましたこうなりましたね なんかこの足場でももうなんかパレット置けそうですけどね <laughs> ちゃんとね養生もねしてくれてますね結構上の方までまあ棚がですね結構え高さ4,400ですかね一応あるんで上の方までねあの養生もしてもらってるようですねまあですね次また鉄骨組み立てになるらしいんでまたそれね待っときたいと思いますはいできましたねえっと こうなりましたね足場もですね撤去してもらって塗装もねやってもらってさっきですねまあ引き渡しっていうかですね確認も終わったところですねはいはいでまあまたちょっとね塗りたてのところもあるんで、まあ、ほとんど乾いてるようなんですけどもまあ念のためですね、まあ、何日か置いとこうかなと思いますねはいまあそれにしてもねこう近く来るとですね結構 高いんですよねこれ私手を伸ばしてねこれ届かないぐらいの高さなんで <laughs> あの私の背が <laughs> そんな高くないっていうのもあるんですけども <laughs>、はい、まああの高さもあってですね、まあ、危なくないんでね全然あの頭打ったりとかしないような高さのところに一、まあ、段目がある感じですね。まあ、いいのできましたね,でねまあこういう棚できたんで、えー、次ですねあのこの棚の下ですね エフロア部分に、えー、コンベアですね、えー、元通り、えー、復元したりとかですねまああのー、なんやったこの棚の上にですね、えーまあ、置いたりなんかしてみかんがですね本格化するまでにねそういう準備を、えー、まあ進めていきたいと思いますはいじゃあ今日も見ていただいてありがとうございました、えー、みかん食べてみんな元気に楽しくやっていきましょうはいそれじゃあさようならこういうところねちょっと設計師さんのこだわりね、えー、出てますね <laughs>